ブリハディ・シュバラジーン地図。ブリハディ・シュバラジーンは、インドのタミル・ナード州、タンジャーブール県の都市、タンジャーブールに存在するヒンドゥー教寺院。ブリハディ・シュバラル院、ラージャラージェ・シュバラ院、ラージャラージェ・シュバラム院とも呼ばれる。全体が約75メートル150メートルの回廊で囲まれ、60メートルを超えるビマーナを持つ。東西の軸線上にゴープラ、ナンディ指導。 二つの真ん中、全室、聖書が並べられ、その規模や構成から、方型ヒンドゥー教寺院建築の頂点と評される。1002年、長羅町の君主ラージャラージャ一世によって建設され、1010 10年に完成した。なお、当時の名は、ラージャラージャ一世の名を冠した、ラージャラージェシュバラ寺院であった。現在、大長羅町寺院軍の一部として、 世界遺産に登録されている。ありがとうございます。